国道371号、国道371号、国道371号は、大阪府河内長野市から和歌山県東室郡串本町に至る一般国道である。国道168号と国道169号と共に、紀伊半島かつ和歌山県を縦断する国道の一つである。世界遺産に登録された令状。 高野山から紀伊山地を南北に縦貫する。かつては有料道路であった高野隆人スカイラインも国道371号の一部区間である。起点の大阪府河内長野市から和歌山県橋本市までのニュータウンを並走する比較的高規格に整備されたバイパス区間がある一方、それ以南の橋本市、高野山間と国道425号からの分岐する。 流旬以南小座川までの区間は、1から1.2車線の境愛路、1カ所の未開通区間などを有する国道としても知られる。境愛寺な区間のうち、和歌山県橋本市、国道375を木の川以南や道県田辺市などでは、沿線や周辺に集落があるため、生活道路としても機能している。河内長野市から橋本市にかけての区間、は、 南海高野線と並走しており、車窓から道路を望むことができる。またこの区間は高野街道と呼ばれ、平安時代から三景道として利用されてきた。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。かつては、橋本市の国道24号以南はほぼ全線を、通じて1.0車線程度の境愛寺であったほか、 落石や路肩崩落なども多く全国で持ち名度のある国道であったが近年はバイパス道路や有料道路の無料化による共愛路部分の旧道家などにより道路事情が改善された。なお、橋本市無加速から同志彦谷を経て高野山に至る区間など乗用車同士が対抗できない区間にあるほか和歌山県南部の区間ではガードレールが設置されていないところもある。 起点の河内長野市本町七つ辻交差点から同志石本家までは現役旧道に設定されており現在は同志上原町の大阪外環状線国道170号との交点を起点に都市計画道路大阪河内長野線で道区間がバイパスされている石本家北から石本家南交差点の 約500メートルは、旧道と重複するが、以南は架橋とトンネルを連続する、地域高規格道路の大阪橋本道路、石本家、一発、橋本バイパスの工事が進められており、ニュータウン内の市道幹線をバイパスとして、国道指定するなどして、一部区間が開通している。これによって、起点、河内長野市上原町から、橋本市の国道24号に交差する。 市脇交差点までの区間1 8 3トルは両側2から4車線に整備されており、大阪と和歌山県と往来する車で交通量が比較的いい。沿線には河内長野市のニュータウンの南下台や南海三日の台、南海橋本林間田園都市、京奈和自動車道橋本インターチェンジ、旧道を含めた君峠などがある。 また、橋本バイパスと石仏バイパスで難航していた、君トンネルの代替部分である、仮称、新君トンネルが2015年度内に、着工、2021年、平成33年から2024年、平成36年までに供用を開始すことが、2013年、平成25年10月17日の9月、定例府議会、都市住宅常任委員会で決定した。 これの整備によって全区間のバイパスが開通することになるが、すでに河内長野市内の暫定に車線部分の交通量が増大しており、混雑度が2.12から1.84という慢性的な渋滞を引き起こしている。しわき交差点を越え、橋本高野橋で木の川を渡ってのち国道370号と交差した後、南海高野線から南は 両側1から1に車線の境愛路、いわゆる国道となる。この区間は異常気象時通行規制区間に指定されている。さらに、伊郡高野町の入川に架か,かる川井橋の北にある、トンネルはバスなどが通れないほど狭く、大型車の通行が終日禁止されている。沿線には、キャンプ場、リゾート地の玉川橋があるため、利号困難な境愛地でありながら、交通量は、 少なくない。よって、橋本から高野山間の代替ルートとして、久戸山町を通る国道3 7十号、国道480号高野山道路を利用することが推奨されている。世界遺産の黒稼働に並走している。伊都郡高野町の中の橋交差点から、有田郡有田川町を経由し、田辺市竜神村竜神にかけては、旧、 高野竜神スカイラインにあたる区間で2003年、平成15年10月1日に無料開放された。春は新緑、秋には紅葉のスポットとしても有名で、沿線には駒魔山に付帯する竜神駒山スカイタワーや竜神温泉があり、自然の飛んだルートを通る。なお、これにより桂ツ町花園の中南から未峠に至る区間の国道指定が外された。なお、 田辺四季守から東室郡小佐川町、平井、高尾峠の区間は未共用となっている。また、田辺市以南は上記の未共用の区間を含んだ1から1点に、車線の離号困難な境愛路が 60km 以上続き、紀伊半島を代表的する国道として有名である。主なバイパスなど、道路改良がなされた主な共用、事業中、 計画区間は以下の通り。未供用の区間、分断区間、点線国道は以下の通り。いずれも自動車通行可能な林道による迂回が可能である。高野隆人スカイライン区間内は奈良県と和歌山県の県境をなす。尾根沿いの道筋で奈良県の瀬川村と和歌山県桂木町、有田川町の県境の入り込む部分がある。このため、 国道371号のこの区間だけで43回も県境を踏み越える。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は交差点名で表示。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。